こんにちは。この動画では、Juniper のアプリケーション識別技術を用いた待機制御、AppQOS を紹介します。デモ構成は、RUN に相当するトラストゾーン、WAN に相当するアントラストゾーン、そしてその間に SRX を配置するものとなります。パケットジェネレーターから、待機上限に近いトラフィックを送信します。同時に Office 365通信を発生させ、通信の挙動を AppQOS の設定の前後で比較します。まずは AppQOS 適用前の状態を見てみましょう。AppQOS が適用されていない状態では、 SRX の WAN 側インターフェース出力において待機上限に達し、副葬が発生します。副葬に伴い、ロスが発生してほしくない重要な通信においてもパケットロスが発生してしまいます。 Office 365通信開始前の状態を確認します。SRX の WAN 側出力インターフェースでは約 1Gbps となっており、待機上限に近い状態です。急の出力状態からは、待機上限に近いながらも通信ロスがないことが確認できます。では、 Office 365へファイルをアップロードし、副葬を発生させます。SRX WAN 側インターフェースの送信キューを見ると、副葬によりパケットロスが発生していることが確認できます。また、 SRX の PC 側入力インターフェースを見ると、約 20Mbps の Office 365が流れていることが分かります。では、 AppQOS の設定を行います。AppQOS 適用前は、全通信のパケットロスプライオリティがローになっています。Office 365のパケットロスプライオリティをハイに変更することにより、優先廃棄します。その結果、重要な通信を守ることができます。設定済みのコンフィグを確認します。待機制御する出力インターフェースと転送クラスをマッピングします。AppQOS の設定を確認します。Office 365にはロスプライオリティハイが適用されています。設定を確定します。AppQOS による動作を確認します。 AppQOS 設定後の Q の出力状態からは、重要な通信にはロスが発生しておらず、Office 365のみパケットロスしていることが分かります。SRX の PC 側入力インターフェースを見ると、 AppQOS により 20Mbps あった Office 365が制御され、 2Mbps になっていることが分かります。ロスプライオリティをハイにすることで、 Office 365通信を制御できました。こちらが AppQOS 適用前の Office 365のトラフィック量。 AppQOS 適用後は約 2Mbps になっています。
また、パケットロスが発生していた重要な通信もアップQoSにより守ることができました。